こんばんは、山崎幸太郎です。今日もですね、統一教会と星論壇というテーマでですね、やってみようかと思います。まあ、繰り返しになりますけど、話の中身がね、結構込み入っているので、何回も繰り返してやっていかないと、中身がよくわからないと思うんですね。それで今日はですね、この前の続きですけれども、僕が今持ってる雑誌はこのウイルのですね、ウイルの2008年の8月号、緊急増刊号っていうのが出たんですよ。で、この頃はですね、まだ、花田なんて人ですかね、これ、花田なんとかって人が編集長やってますよね。月刊花田を最近出してるんですけど、その出す前ですね、出す前で、花田さんはウイルの編集長から独立したんですよ。なんか内部対立であったと思うんですけど、なんかあったんですよ。それで、花田さんがであの分裂する前のウイルですね。だから、花田編集長なんですよ。それで研究特集後、緊急増刊号を出してて、その中にですね、面白いことを僕発見したんですよね。発見したっていうか、もう、前から分かってはいたんですけど、それをあまり興味なかったんで、飛ばしてたんですけど、この増刊号のですね、に、統一教会の世界日報、統一教会の機関紙である世界日報の編集員をしてるですね、鎌野守っていう人が、鎌野守っていた噂によると、次期統一教会の会長じゃないかって言われてるらしいんですけど、その鎌野守さんが、この人、写真見、わかりますかね、この鎌野守っていう人がですね、沖縄集団自決裁判というのがあるわけです。大江健三郎と岩波書店を相手にして、星論壇の面々が総攻撃を仕掛けた裁判があるんですよ。被告は大江健三郎と、その岩波書店で、ね、沖縄ノートを出版している岩波書店、それに対して、文藝春秋から佐野綾子が、ある神話の背景っていう本を書いてですね、大江健三郎を批判してるわけですよ。そのことが原点になって、大江健三郎を批判する、大江健三郎はその人権侵害を犯したとか、なんとか、名誉毀損を起こしたとかっていうことでですね、佐野綾子サイドの論点に立って、攻撃を仕掛けた裁判があった。で、その裁判の過程で、僕もこの、話題にですね、興味を持ったので、結構いろいろ調べて、ブログとかですね、それから、僕が当時書いてたのは、月刊日本という雑誌がある、今も書いて、連載してるんですけど、月刊日本という小さなというか、まあ、派手に売れてる雑誌ではなくて、どちらかというとマイナーな雑誌なんだ、思想雑誌なんですけど、その雑誌に、大江健三郎を擁護するような形で、論文というか、エッセイというか、いろいろレポートを何回か書いてたんですよ。だから、僕はこの中身に関してはかなり詳しく込み入ったことを知ってるんですが、まあ、今すっかり忘れちゃってるんですけどね、今でも調べると大体分かって、思い出して分かれてきました、来たんです。で、これを出したときに、ここ1週間か2週間か前からですね、この鎌野守っていう人に、僕は、まあ、あんまり当時はですね、この雑誌が出た頃は、鎌野守っていう人にそれほど興味を持ってなかったんですけれども、今回、統一教会のことが、安倍元総理の銃殺事件があって、その後に、犯人の山上なんでしたっけ、山上なんとかっていう人が、統一教会のお母さんが統一教会に絡んで、なんか非常に、迷惑を被って、それが原因で、安倍銃殺事件に向かっていったんだっていうようなことを、ここ白状したことからですね、統一教会が急速にクローズアップされて、テレビ新聞などでも、週刊誌でも、統一教会の問題が大きな問題になってるわけですよね。そこで、ふと思い出したんですよね。統一教会っていうのは一体何だったんだっていうことで、鎌野守っていう名前が出てきたので、僕はこの鎌野守っていうのに関してはですね、この本を持ってたので、この本買って、一応、資料として残しておいたんですよ。この本はね、別に僕は鎌野守が統一教会だっていうことが、それほど深く考えたことはなくて、
持ってたんですけど、ただこれは一応、暴かれる神話の正体ということで、大江健三郎を批判する側の人たちが作った本なんですよ。それで、その著者は釜の守る。で、推薦文が渡辺正一。そして、後書きを見るとですね、この前も言いましたけど、この本を出版する段取りというか、紹介をした人が藤岡信一だった。だから渡辺正一とかですね、藤岡信一というのは当時の保守論壇のね、いわゆるこのウイルとかそういうところで、一生懸命やってたウイル正論、なんだ、諸君とかそういうところでやってた、その中心人物の中が、藤岡信一であり、渡辺正一であり、その綾子であり。こういう人たちが、桜井よし子とかもいるわけです。この人たちが大体全部揃ってるんですよね。この中に、僕はまあ、当時どういう僕が思ってたかっていうと、これは本格的な保守じゃないって、エセ保守だと、エセ右翼だと、そう思ってたので、僕はそこで保守論だ、防空論っていうのを書いたんですけど、それは保守がダメだっていうことじゃなくてですね、あいつらエセ保守でエセ右翼だよっていうことから僕は書いたわけですよ。本物の保守とか右翼というのは、例えば僕は小林秀雄とかですね、三島由紀夫とか、それから、まあ福田康存とかね、田中道太郎とか、いろいろいるわけです。学者とか思想家にはそういう人は多いわけで。ただし、その、ま、最初、僕が考えている保守の思想家とか保守の言論人という人たちは、集団で何かをするとか、そういうことはあまりなくはないけど、あまりしなかったで。個人個人が一流の思想家で一流の学者であるということがまず前提にあるわけですよ。ところがね、この渡辺正一とかね、その綾子とか桜井よし子とか、この人たちがグループを集団化しちゃって、保守だ、保守だって言い出すようになった頃から、保守の思想家たち、言論人っていうのは、まあ、超一流ではないわけですよ。個人としては大した二流三流の作家であったり、文学、その評論家であったりするような人たちがですね、学者としても三流の人たちが、一緒に集団を組んで、一斉に騒ぎ始めてる。そういう、僕は、保守論壇というのはもう、こいつはダメだなと思って、だんだん僕は、こういう人たちの、なんかその勉強会とかなんかあるから、そういうところに何回か通ってたことがあるんですけど、それはもう最初、それを見たときにね、すぐ、嫌気がさしたんですよ。あ、この人たちは自分で物書きとかそういうものを一流の物書きを目指してんじゃなくて、一流の学問とか一流の、ジャーナリストとかを目指してんじゃなくて、ただ集団でわーわー騒ぐのが目的だなと思ったんですよ。ところが、それで、まあ、星論だ、防国論という本を書いて、僕はそれを批判したんです、これを。こういうですけどね。その時に、一番のテーマ、僕の一番身近なテーマとしてあったのが、この、沖縄集団自決裁判というか、集団自決論争だったわけですよ。で、今回、だから、まあ、話がくどくなりますけど、今回、その統一教会のことを思い出しながら、よく調べてみたら、この本を本棚から引き出してきて、この雑誌を引き出してきて、だんだんパラパラめくっていくと、なんか、いろいろね、怪しいことがいっぱい出てくるんですよ。それで、その代表がまず、釜野守さんが、世界日報の編集委員だっていうことが露骨に書いてあるんですよ、この本の中にも、この本の後書きにもちゃんと。だから、雑誌を作ってた花田さんとか、編集長の花田とか、それから、その、この中心人物だった渡辺正一とか、その綾子とか、藤岡信一。こういう人たちは、釜野守を知らなかったはずはないし、釜野守が統一教会の、信者であって、統一教会の、なんていうの？編集員だ、あ、世界日報の編集員だっていうことも知ってたはずなんですよね。知っててやってた。僕は知っててやってたと思いますよ。むしろこれは、これを利用しようとした、どっちが利用したのかわかんないけど、利用したと、お互い利用し合ったんじゃないですか。もっとね、露骨に言うと、実はこの、こういう雑誌のね、資金源はどこにあったのかっていうことが問題だと思うんですよ、僕は。僕はそれが統一教会だったとは言わないですけど、まあ、その可能性もなきにしもあらずだなっていうのを僕は感じてる。だから、藤岡信一さんは、東大教授で、東大の教育学部かなんかの教授でですね、新しい歴史教科書を作る会っていうのを、やってたわけですよ。
それで、そこで、例えば西尾幹事なんかもそこにくっついてて、いろいろこうやってた。僕もそこに、その勉強会っていうか、その会合に何回かは出席してるんですよ。まあ面白いなと。ところがそこに集まってくる連中っていうのはかなり怪しいっていうことがだんだん分かってきたので、僕は、ね、もう行かなくなりましたけどね。ところで、この雑誌の中に、藤岡信雄と鎌野守がね、連名でですよ、ここに名前を一緒に出してきて、ここにありますよね。2人でですね、論文を、共著の論文、共同論文を発表してるんですよ。論文ってほどじゃないですけど、文章を書いてるんですよ。この文章を読むと、この鎌野守と藤岡信雄がいかに親しいか、そしていかに、そのこの集団自決裁判に関する情報を収集に、2人で協力し合ってるかということが書いてあるんですが、そこをちょっと読んでみますね。じゃあ、あと、藤岡信雄と鎌野守の書いた論文、沖縄集団自決に新証言、沖縄タイムズの不都合な真実というタイトルである。大江岩波裁判の判決日が迫る中で、座間味島の宮平秀行証言が注目を集めている。私たち両名は、旅行会社が主催した2008年1月のツアーに参加して、偶然この新証言に接し、その後2月と3月にその裏付けと補強取材のために2回の現地フィールドワークを行った。つまりね、藤岡信雄と鎌野守は一緒に旅行ツアーに参加して、この沖縄の、座間味島とかそういうところに参加にして、そこで新しい新証言は宮原秀行っていうのが出てきたわけですよ。その人と偶然会ったので、2月と3月にまたもうあと2回、この2人で連れ立って行って調べたと。で、その結果はどうだったかって言ったんですね。調査の結果、宮平証言の信憑性はますます確実だという心証を固めるとともに、この真実を戦後60年以上にわたって隠蔽封印し、今の休みなく歴史の捏造に余念がない沖縄のメディアの異常な振る舞いを目の当たりにした。というようなことを書いてるんです。要するに、この宮原秀行っていう、宮原秀行って、後からっていうか、次回か、その次ぐらいに詳しくやるかどうかと思って、この宮平秀行っていう証言者が出てきたんですよ。新しい証言者。ところがですね、この人は知ら、あのーえーえー、藤岡信雄と鎌野守は完全にまんまと騙されたんですよ。この新証言者っていう人は、僕が調べた結果では、僕はその沖縄の人たちからの情報を得てですけどね、調べた結果によると、この宮平秀行っていうこの人物は、民主化なんかを経営しててね、かなりマスコミ狙いなんですよ。マスコミが来ると必ず何かを持っていて、何か話をするんですよ。だから新しいネタがあると、どん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 マスコミに売り込んでるんですよ。そういうやつなんです。そういうやつがまた新しい、この東京を中心にして、東京、大阪を中心にして裁判があって話題になってるわけじゃないですか。大きな、ジャーナリズムの話題になって。そこに宮原秀行はまた中心人物と、証言者として登場してくるわけです。これが、まんまと騙されたのは藤岡さんとかの鎌野が、要するに保守論者の面々はこれに騙されて、これで一生懸命裁判の時にこうやったわけです。ところがこれ僕が調べたから、とこの宮原秀行はかなりインチキで、しかもこの人はマスコミにもかなり昔から出てる人なんです。別の話でも。そういうことが分かって、僕はそういうことを一応論証というかしていったんですけれども、それはそれでいいんで、それはまた別の機会に詳しくやりますけどね。この鎌野守っていう人は藤岡信雄と一緒に3回沖縄に旅行という現地取材のために旅行しておるんです。ところが不思議なことにね、この宮原秀行さんっていう人は、話が前後しますけど、あれ、どこだっけ？違うな、これは。沖縄の裁判っていうのは、沖縄裁判っていうか、集団自決問題っていうのはですね、この渡嘉敷島っていうところの、
赤松隊長、赤松秀次、義次とか、赤松義次っていう日本軍のその島の支配、一番のトップだった赤松義次戦隊長、軍隊の、位は大尉だったそうですけど、まあ、この人、赤松義次っていう人は、渡嘉敷島にいたわけですよ。で、この人が、アメリカ軍が来た時に、もう完全に、なんちゅうか、惨敗で玉砕状態に、玉砕地、なんていうんだっけ、散々追い詰められたので、追い詰められて、最終的には捕虜になるよりは、全部自決しろということで、自決命令を出したとか出さなかったということが揉めてるところなんですけど、まあ一応出したっていうことが、沖縄の、地元の、本とか新聞とかそういうところで一応定着、その話は定着してたわけですよ。ね。で、その渡嘉敷島ともう一つはですね、それと関連して同じようなことが座間味島っていうところでもあったっていうね、座間味島の場合は、この梅沢豊かっていう人なんですよ。で、この渡嘉敷島の赤松さんは途中で死んじゃったらしいんです。裁判の途中で死んじゃったらしくて、まあ、その息子さんか弟さんか誰かが裁判を受け継いでたということなんですけど、で、大江健三郎が沖縄ノートで書いたのは、この渡嘉敷島の赤松隊長の話を詳しく書いたと。それで、大江健三郎はこの赤松隊長を、罪の許諾とかなんとか言うっていう言葉の表現を使いながら、厳しく批判したわけで、批判した文章を沖縄ノートに載せてるわけで、それをその親子はそうじゃないということで、軍隊の命令、自決命令を出してないということを、その親子は言うんですよ。で、ところでですね、この座間味島の方なんですけど、座間味島の方の梅沢豊っていうのは、まあ、今はどうしてか分かりませんけど、当時はまだご存命だったらしくてですね、その裁判が終わった後で、この梅沢元少佐、少佐ってなってますね、梅沢元少佐の、独占主義っていうのがあるわけですよ。独占主義っていうのは、この、ウィールの増刊号に載ってるんですよ。どこから載ってるの？そうだな。で、ここにね、面白いなと思ったの、ここのところに、梅沢っていう名前と、わかりますかね？梅沢豊っていうのと、それから取材と構成っていうところがあって、そこにね、鴨野守さんの名前が出てくるわけですよ。これは驚くべきことですね。僕はこれもわかん、忘れ、わ。っていうことはですね、この鴨野守さんは梅沢豊っていうこの座間味島の隊長の、に深く食い込んでたっていうことでしょ。しかもこれをインタビューっていうのを取って、それを独占主義で書いたということは、これは鴨野守さんが代筆してるんじゃないですかね、多分。私は集団自決などを命じていないっていう、梅沢手記を、独占手記を発表しているわけです。梅沢さんというのはこんな顔をしてますね。まあ、それは日本の昔の軍隊の隊長になるような人たちだから、それぞれみんな立派な人たちだったんだろうけど、まあ、追い詰められてまだ若いですからね、彼らはまだ20代じゃないですか。ということで、結構、激しい言動を取ってたと思うんですけど、まあ、ここで僕がすごい面白いと思ったのは、鴨野守っていう統一教会の次期会長になるかって言われているような、その人物がですね、こういう沖縄集団自決裁判、沖縄集団自決論争のですね、保守論壇側の中心人物の中に深く食い込んでてですね、しかもこういう雑誌のまとめの雑誌の中で、インタビューをなしたり、ほとんどこの保守論壇の当時のリーダーで藤岡信雄の秘書みたいにして一緒に行動してると、共同研究者と一緒に行動してるっていうことですよね。してる、ここにいる。しかも、最終的に、この
カモノマモルさんは、こういう暴かれた神話の正体という本を、立派な本を書いて書き残すわけですよ。で、どうなったかというと、その推薦文、本の推薦文を書いてるのは渡辺正一なんですよ。上智大学の渡辺正一さんですよ。誰でも知ってますよね。保守っていうことに書くと、みんな知らない人はいないんで。だから、藤岡信一と、渡辺正一、これが絡んでる、鴨の守るっていうのは、保守論壇で中心人物だったということになりますよね。全くその、ど素人が周りに近づいてきたっていうようなものではなくてですね、全く一緒に、ほとんど行動を共にした、あるいはひょっとして鴨の守るが、保守論壇の論調をリードしてたんじゃない、主導してたんじゃないかと思わせるようなことなんです。鴨の守さんはこの本の中で、前にも言いましたけど、文藝春秋の当時あった文藝春秋の、諸君という雑誌にも連載してますね。ということは、諸君とか正論とかですね、ウィールとかね、そういう雑誌、この鴨の守さんは活躍してたということです。しかもその人たちと関係を深い関係を持ってたということです。これはね、今から考えるとね、結構衝撃的な話だと僕は思うんですよ。当時はね、多分ね、そこまでみんなあんまり、この鴨の守さんが何者かということに興味を持たなかったと思う。僕もそこまで興味持ってないで、まあなんかインチキ臭いなと思って、僕はこういう人たちが出入りするようになってるのが分かったので、なんとなく、そこにいつまでもいるのが嫌になって、嫌あのなった。というか、渡辺正一とか、西尾幹事とかですね、それからこの藤岡信一とか、こういうの、ちょっと僕は知ってますけど、名刺交換もしたことあるから、3人、ほとんど。でも、それでも僕は、なんかいかがわしいなと思って、だんだんこういう人たちに対する批判も強くなってきたんですよ。で、今日はですね、単にこの前のあれ、渡辺正一さんが推薦文を書いてるっていうだけじゃなくてですね、このウイルの増刊号、研究増刊号にですね、藤岡信一は共同執筆の、しかも宮平秀行証言を追いかけていった時の話を書いてると。いや、これはすごいなと思って、大発見だなと、僕にとっては大発見なんですよ。この2人がこうやって書いてるっていうことはね、いや、僕はに、あの、言い逃れができないことだなと思うんです。言い逃れがどうのこうのっていうよりですね、もう、そんな地味、当たり前のことだったんだと思うんですね。多分ここまで堂々とやってるわけだから。これははっきり言って、今政治家がさ、自民党の政治家で、安倍派の政治家が、統一教会の、会合に出席したとか、そのインタビューを受けたと、世界日報のインタビューを受けたとか、なんとか、寄付じゃない、なんか、会費を払ったとか、なんとかっていう話と、はるかに超えている、もう、相当深い関係ということを匂わせていますね。僕は、その綾子がカトリックですけど、何かその、神の問題について議論することがちょこちょこあるから、その綾子だって統一教会の存在というのは知らなかったはずがない。この人たちはちゃんともう自覚して、当たり前のこととして、チームを組んでたんじゃないかなと思います。で、それにまたこの桜井よし子がトップで対談が載ってますからね。だから今、話題になってる政治の世界の統一教会と自民党とか統一教会と政界とかというような話とは別にね、僕にとっての興味深いことは、統一教会と保守論壇、これはもう本当にズブズブの関係と、深い関係にあった。深い関係というよりも、かなり当時の保守論壇は実は統一教会の保守論壇だったんじゃないか。で、統一教会が裏でどういう思想を持って、信条というか、信仰理論を持ってたかということに関しては、多分この、藤岡信一さんも、桜井よし子も、園綾子も、それから渡辺正一さんたちも、深くは知らなかったと思うんですよ。
まあ、適当に利用しようと思ってやってたわけですよ。金づるだと思ってたんじゃないですか。スポンサーだと思ってうまく利用しようと思ってたんです。ところが、結果的には完全に利用されてたっていうことが、この雑誌の中身からわかりますね。僕はだから、自分の思想でですよ。自分の思想で保守思想を名乗るとか、そういうことは別に全然悪いことでも何でもないですよ。むしろですね、保守でもないくせに保守層を名乗って時代に迎合しようとしている人たちがたくさんいたんです。今もたくさんいるわけです。今のネット右翼とかって言われる人たちの多くはですね、自分の、中から湧き出してきた保守層ではなくて、借り物の保守層、今保守層が流行ってるから、俺も保守層になろうかなと、それになると気分よくなるわけじゃないですか。そういうのが僕は嫌だから批判してるわけです。保守論だのに、防国論ってやってるわけですけど。だから保守思想をですね、学生時代から、あるいは子供の時からとか、そういう叩き込まれて、それで自分もそれで中立にやって勉強してきて、学生時代から戦ってる人たちがたくさんいますよ。僕はそういう人たちは僕の友達も何人もいますから、それはもういい、それはそれで立派なことですよ。ただ、保守っていう言葉をうまく利用したり、保守思想ということに、インチキ臭いものだということを分かってて乗りかかって、もう要するに金儲けでもしようかとか、有名になりたいとか、そういう人が最近多すぎるから、僕はそれが嫌なんだなということを言ってるんです。だから、ここに僕が保守論だ、暴力論で批判した渡辺昭一とか桜井よし子とか、この連中っていうのは、まあここにこういうところから証明できるなと思ってる。例えば僕は小林秀雄とかですね、三島由紀夫とか、江藤淳とか、そういう人たちが、ある宗教思想とかそういうものに、持ってたっていうことはね、分かってますけど、それはそれでいいし。例えば小林秀雄だったら、世界救世教っていうね、熱海に美術館ありますね。あの美術館を持ってる宗教は世界救世教っていうんですけど、世界救世教はちょっと僕もなんかちょっと関係があってね、学生時代の同級生が世界救世教の教祖っていうのかな、なんかなってるんで、今どうなってるか分かりませんが、一時なってたんですよ。あそこも内部分裂がおかしい。ということは、世界救世教と小林秀雄は深いつながりがあるんですよ。お母さんが世界救世教ってあるんです。だから、宗教っていうのと文学というのは深いつながりがあるから、それは当然なんです。宗教と思想関係とかあるんだけど、でも、そのつながり方がおかしいよと。じゃあ、この渡辺昭一とか、桜井よし子とかさ、その長いことは、こういう人たちは、大体宗教思想ってどういう宗教思想だろう？保守思想とつながってないじゃない。とも僕は思ってる。まあ、というわけで、藤岡の迂闊と鴨野守さんの、は、この保守論壇で、一緒に手をつないで、沖縄に現地取材までやって、共同の論文まで発表して、しかも、梅沢豊、独占手記っていうのを書いて、インタビューをして、多分代筆だと思うんですが、したのは、鴨野守は統一教会の会員であって、次期会長をよ、あ、噂されている人物が、この、2008年に、この、集団自決裁判で中心人物として動いてたということを、今日は、確認して終わりにしたいと思います。では、今日はこのあたりにありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。